ウィルコはアメリカ合衆国入りのイシューシカゴを拠点として活動するオルタナティブロックバンドである。バンド名は了解を意味する無線通信用語ウィルコに由来する。1994年オルタナティブカントリーグループのアンクル・トゥ・ペロからボーカリストのジェイ・ファラーが脱退した後に残ったメンバーによって結成された。幾度ものメンバーチェンジを経ており、 結成当初より残るのは、ボーカルのジェフ・トゥイーディとベーシストのジョン・スティラットのみ。2004年以降の現在のメンバーは、ギタリストのネルス・クライン、マルチ・インストゥルメンタリストのパッド・サンソンとマイケル・ヨルゲンセン、ドラマーのグレン・コッチェ。ウィルコは8枚のスタジオアルバム、2枚組のライブアルバム、3枚を含むいくつかの共演版を発表している。ウィルコの音楽は、 ビルフェイやテレビジョンを含む多様なアーティストと様式から着想を得ている一方で近年のオルタナティブロックの音楽に幅広い影響を与えている。デビューアルバムの AM ではアンクルチューペロ以来のオルタナティブカントリー風のスタイルであったがその後はオルタナティブロックやクラシックポップの要素を取り入れより実験的な方向に向かっている。 2002年に発表された4作目のヤンキーホテルフォックストロットが米国のみでも50万枚以上を売り上げたことで注目を集め2004年に発表した5作目のスタジオアルバムゴースト・イズボーンではグラミーに部門を受賞した7作目のスタジオアルバムウィルコは2009年6月30日に発表され2010年7月時点で27万1000枚を売り上げている 2011年1月、自身のレーベル DBPM レコードの設立を発表した。DBPM はマサチューセッツ州イーサンプトンに本拠を置き、マネージャーのトミー・マルゲリータが運営を行う。また、流通はアンタイレコードが手掛ける。DBPM からの最初のアルバムとなる最新の8作目のスタジオアルバムザ・ホールラブは2011年9月27日に、 発表された。2015年7月17日にはニューアルバムスター・ウォーズを突如リリースした。アルバムスカイ・ブルースカイに伴うツアー中、フェスティバル・インテナ・スヨナルでベニー・コシムで演奏するウィルコ・ウィルコの音楽は外してオルタナティブ・ロックやオルタナティブ・カントリーとして分類される。彼らはその経歴を通じて主要 レコードレーベルとつながりを持ってきたにもかかわらず、一般的にインディーロックと関連付けられることが多い。ウィルコは多様な音楽ジャンルのバンドから影響を受けているが、主として1966年から1974年の時期に作られた音楽からの影響が色濃く見られる。ウィルコはジョン・ケールのパリ1919 19と自分たちの音楽の類似性を指摘している。 トゥイディの言葉では、実験とアバンギャルド理論は、美しさというものに直接対立するわけじゃないんだ。二つの世界は普通考えられているよりもずっと多くのものを共有している。そのように感じた人間が僕だけじゃないと気づいた時には、驚いたよ。この期間に、レコーディング活動をしていたアーティストで、ウィルコが、その影響を認めるのは、ジョン・デノン、ニール・ヤング、 ブライアン・ウィルソンなどである。またトゥイーディはテレビジョンの大ファンで特にギターワークを気に入っており自分の作品に取り入れたいと思っていたが34歳の誕生日にリチャード・ロイドからギターの個人レッスンを受けている。アンクル・トゥ・ペロはジェイソン・アンド・スコーチャーズやミニット・メンといったバンドに影響を受けており、ウィルコの AM にはその痕跡が見られる。トゥイーディとルークは オーネット・コールマン、アルバート・アイラー、デレク・ベイリーといったフリージャズのほか、マイルス・デイビスやジョン・コルトレーンといった主流のジャズも愛聴していた。ウィルコの試作は古典文学の影響と優美な詩外の手法に特徴を付けられる。この手法では、直前の一行だけを見られるようにして、バンドメンバーが代わる代わるタイプライター上に修行を書き連ねる。 洋式上の影響を受けた本としてウィルコが挙げている。ものには、ウィリアム・エイチ・ガスの、イン・ザ・ハート・オブ・ザ・ハート・オブ・ザ・カントリー、ヘンリー・ミラーの、北回帰戦、ハロルド・ブルームの、影響の不安主の理論のためになど。ローリング・ストーン氏は、ウィルコを、常に、大きな関心を引くアメリカのバンドの一つ、アメリカ最高峰のロックの印象派などと、表現している。 ウィルコの影響を受けたバンドとしては、デレクウェップ、ザナショナル、グレイスポッターザノクターナルズなど、イギリスのインディーロックバンドのチェリーゴーストは、リードシンガーのサイモン・アルドレッドが自ら、ウィルコの大ファンと称しており、ウィルコの楽曲、進学者たちの歌詞からバンド名を取っている。他にも、有名どころでは、ノラ・ジョーンズが、ウィルコのジーザス、 エトセトラを2008年のブリッジスクールベネフィットのライブでカバーしており、その時の録音の一つは、彼女が2009年に発表したザ・ホールのボーナストラックとして収録されている。また、カウンティング・クローズとオール・フラワーズもカリフォルニア・スターズをライブで演奏している。ウィンター・ルード第2夜のウィルコ級メンバー詳細は、EN ・ウィルコディスコグラフィを参照。ありがとうございます。